2ボール2ストライクと追い込んでいます。5球目は何で来るか。見逃し三振。バッターボックス和田、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。いいボールでしたね。はい、低めにストレートが決まっています。低めの変化球は決まりません。低めはこれは入っていました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。さあこれからライオンズが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打った、さあそしてバッターボックスには西が入ります。さあ一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。これが1球目、初球打ち高く上がった、頭上ぐんぐん打球伸び、いやバッターは3番丸。ジャイアンツ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。バッターは4番原、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は空振りです。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。引っ張った、バッターは5番松井。ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。いやー西さん、やはり先ほどのホームランが効いてますかね。そうですね。あっと反らしている、サードランナーはこれ少なくとも犠牲フライを打たないといけないですね。うん、